ネタバレ注意、24巻最新巻の表紙へ判明。思ったより天使っぽいカラーリングだった。金髪碧眼なんだ花ちゃん。おばさ。不愉快です。こわ、不愉快です。サブタイトル、サブタイトル。ジェットの心。花ちゃんハーフなのかな。これは敵キャラ間違いない。なんか絶妙に怖い。敵キャラに見える。どことなくチャッキー人形のような古き良きアメリカのプラスチック人形みたいな顔してるなこれ。よろずや伏黒宿儺はネタバレになりしまあだとうか。ちなみにこれで事前紹介組で高場だけ表紙になったことがないことになる。24巻って受肉するとこらへん。やっぱタイトルは受胎体験だったか。それだと2巻と被るから再起を付け足したのね。ケバイシゴツイ。花ちゃん好きなのに。ほんま女かけんなぁ。漫画のクルスかわいいな。花ちゃんの表紙、楽しみにしてたんだけどなんかこれじゃない感あるな。個人的にだけど。メイメイもカバーだと誰？マキコ？って感じで表情も違ってごつかったし。正直表紙は大体いつもなんか違うになってる。歌詞もとかでも思った。みんなさ、花ちゃんは可愛いんだ。漫画のロリ花ちゃんとかめちゃくちゃ可愛いんだけどね。これ目のくぼみない方が良くない？この表紙は好き。女を可愛く描かないという決意を感じる。お目目綺麗。目つきが怖いんだよな。貸し物の時といいなぜギョロッとさせる。手がごつい。柔道とかやってそう。百歩譲っても10代ではないだろ。不愉快です。呪術廻戦の表紙に可愛さ求めてないからな。むしろ並べたら東堂と高田ちゃんの異様さが際立っていいと思う。個人的にはかなりいい表紙だと思った。雰囲気が好き。カラー下手なわけじゃないのにほんと表紙はダメだな。なんかフィジカルも強そう。どこで10代に見えなくなってるんだろう。髪型？修復失敗。少し原作に近づいた感はある。鼻のバランスだけでもだいぶ違って見えるな。ごつさ消せばええんとちゃう？かわいい。目を大きくしてキラキラさせれば。目を少し細めて鼻と口の感覚狭めた。あと鼻の穴を目立たないようにしてみた。瞳孔眼開きっぽいのが怖かったから目を細めるといい感じ。むずい。とりあえず目の幅を小さくしてみた。キューピー人形的な怖さがある。あとやっぱり横鼻の線や影がないの気になるな。クルスの人種が白人なら10代後半から黄色人種と比較にならんくらいにロー成熟するから。これは世界の秩序のために主人公たちを殺しにかかる系の敵キャラサイコ天使ですわ。表紙になるとごつくけばくなる縛りでもあるのか？野原は違和感なかったなと思う。手というか指が、おっさんの指。花ちゃん可愛かったのに、つくもに続いてなんか。なんかテレビ版の初号機の目みたいじゃね？でもまあ花の作中での扱い的に納得な感じ。最近の表紙並べて見比べると全員顔ってマジで美形だったんだなって思うわ。髪型と手で10代女子に見えなくなってる。女の子の爪を四角く描くな。つくもさんは違和感なかったとは言えないけどまだゴリラだったから一応は納得できた。花はそのですね。美人美形は描けても可愛い形が全く描けなくなってるよな。西宮も美形寄りになってきてるし。強くてエスっぽいキャラが好きなんだろうな。つくも表紙は叩いてる人多かったけど癖とか愛は感じた。やっぱ昔の方の絵が好きだな。ツヤ感とか唇とかから可愛くしようと頑張ってる意思は感じる。めいめいの表紙の頃よりずっと良くなってるし、ただ巻き表紙とかと比べるとやっぱあんま筆乗ってなさそう。積み木とよろずはもうダメな感じ？すまん不作ね。まあでも10代でも写真写りによってはこうなるよなっていうリアル感がある。マジで表紙の女描くの下手くそやな。昔の方がまだ上手かった。積み木よろずは次の巻の可能性はある。舌出てなくてよかった。あれは本当に深い。天使を自称する40代のおばさん。イタドリたちをファミリーと称して自らの家の洋館に招待する。みたいなホラー映画みたいなことしてきそうな外見。マキは個人的にトップ3に入るくらい好きだし、つくももポップで好きだけどこれは微妙。つくもの時点で諦めるべきだった。そういや貸し物時も越大不良だったな。あれはそこまでと思わなかったけど。指の太さは置いといて単眼猫には珍しく鼻と頬が絡んでて。顔だけ見たら普通に年相応に可愛いなと思ったんだが自分だけなのか。つくももだけど漫画だと若く見えるのにカラーになると一気に老けるな。これ手だけ高場の手ですって言われた方が納得できる。ひどくね。もうちょい真面目に描いてくれ。モノクロだとちゃんと可愛いカットたくさんあるのに。
カラーになるとどうして高ごつさが目立つんだろうな。可愛いと思ったからすれ開いてびっくりした。ぶっちゃけ言うと天使ちゃんは元からそんな可愛らしい見た目のキャラと思ったことはない。初見と軌道見てもヤバいやつにしか見えなかった。唇の感じはめちゃくちゃいいと思うんだけど自分だけ？唇はいいよね唇は。目と手だと思う。あるいは光の反射。花ちゃん漫画じゃ可愛くて美人なシーンも多かっただけに少し残念かも。これ見ると表紙は目がでかすぎるわ。細目なら色気出るな。でもこういう大学生の女の子いるよねマジで。手のインパクトがすごいけど構図もあんまり良くない気が。煽りで頬と首が隠れてるからか丸っこく見える。そんでケバいからおばさん草が強い。つくもは実年齢考えたらまあって感じたけど、花っていたどりたちと同年代なのにな。やっぱり花ってヤンデレ落ちキャラなのかな。怖い。翼はケイトアミか何か？ちょっとお母さん呪霊に似てる。子は親に似るっていうしな。花はシンプルに可愛いキャラって扱いではなかったと感じたのでまあ表紙の雰囲気は納得。どちらかというと怖い系じゃん運命の人とか初対面に行っちゃうし。下手って感じはしねえなぁ。あんま可愛くない女の子をうまく描いているって感じがする。線とか塗りは割と丁寧だし。今までの表紙と雰囲気が全然違ってめっちゃ好きだわ。ほら目さえ隠せば、隠せば。チェンジで。なんとも言えないこの雰囲気は呪術って感じ。はじめキャラ的な女じゃないだけで普通にかなりの美人だと思うんだけど。まあ昔の巻とか基準に可愛くないって意味ではそうだけど。表紙だからっていうか、女性キャラの表紙だけ変になるよな。男性キャラとか三冠の釘崎とかは作中と違和感ない。昔の塗り方の方がいい。無理にアニメ塗りしなくていいのよ。まあ次は伏黒宿儺でその次は五条で神表紙に連発だろうから今は我慢だ。伏黒宿儺はかっこよくしてくれると信じたい。全員顔は慣れてるから大丈夫。よろずになったらヤバそう。なんで女性キャラが表紙になると顔が変わるのか。最近のカラーならカシモも五条も微妙だったから男キャラだからと言っても安心はできない。よろずはカラーの絵柄でむしろ魅力が増す顔だと思うんだけどもう表紙はないんだろうな。呪術廻戦の表紙の女で一番可愛いのは高田ちゃんじゃん。次はよろず積木だと思う。第一印象が可愛いじゃなくて強そう。この人が新しい敵キャラとして紹介されたらワクワクする。花じゃなくて天使に変わってないかこれ。すごい努力は感じるけどやっぱり男っぽいよね。この間のカラー五条も塗りのせいで老けて見えたから。クルスはまだマシになってる方。それでも老けて見えるけど。表紙白黒でいいんちゃうか。なんでかよくわからんけどここ好き。花は初登場時とかごつい時もあったけど細そうな時もあってよくわからん。やっぱりごついのか。可愛くはないが天使の力の底知れなさを感じていとしては好きなんで、ここまで不評なのはびっくりした。